出た、押した、ボールを押してほしい。ニアビアが突き放した、翔太が引っ張る、のど前、翔太が押した、翔太が出た、出る出る、翔太が押し出し、出島やりました。朝青龍敗れました。連勝は18でストップ。低い当たり、左打つ、回り込む、後ろについた、後ろについた、後ろについた、さあ後ろにつきました。絶好の絶好のチャンスを迎えた得点区、さあ横からどうする、朝青龍東前頭3枚目茨城県、ちょっと朝青龍の足元がたついている。南山の攻め、ちょっとあの序盤のこの突っ張りを受けるときもこうバタついてますね。そうですね、宮城が上手にこう上下上下ついてるもんですからね、刺してかわすのか上手を取ってかわすのか上手もついていくのかこう、あまりこうはっきりせずにこう合わせていった感じですね、でもう土俵際詰まったもんですからもう宮城も勝負をかけて体を浴びせてきましたよね。結びの一番が朝青龍アミニシキ戦、アミニシキ身が入った、身が入った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 、より楽しい、アミニシキやりました、朝青龍敗れた。これで10日目勝ちっぱなしは白鵬ただ一人。アミニシキやりました、右を差して一気の相撲でした。白鵬ただ一人全勝、朝青龍、琴光喜、朝関龍、普天王の4人が1敗。これはもう朝青龍はもうやられた。そうですね、東方横綱朝青龍、モンゴルウランバートル出身高砂部屋、行司は木村庄之助。結びの一番立ち合い、突き放した、翔太が引っ張る、のど前、翔太が押した、翔太が出た、出る出る、翔太押し出し、翔太の勝ち、朝青龍2敗、この時点で白鵬との差2つ、翔太が横綱を破りました。座布団が飛び交います、国技館、横綱2敗、千代大海完勝、大関の対応。結びの一番、制限時間いっぱいです。左四つ、共に上手が取れない体勢です。巻き替えに来る、太陽上手、あっと割って切れた、太陽上手は届かない、この上手が欲しい、太陽左から下手投げで上手を取った、太陽の上手、この大歓声、さあ
こっから攻めたい海王。横綱まで上手を取った、上手出し投げ、海王勝ちました。朝青龍優勝争いから脱落。横綱になって初めて2場所連続優勝を逃しました。6連敗中です。琴欧州外側から回し、上手投げ、朝青龍崩れました。上手投げ琴欧州の勝ち。今日も朝青龍に精彩なし。見せるでしょうか。来場所はおそらく横綱同士の対戦が見られるでしょう。この千秋楽、今場所の成績はもう関係ありません。壁を越えて全勝優勝か白鵬、朝青龍先輩横綱の意地を見せるか。さあ夏場所千秋楽結び、突っ張り合いになっている。白鵬も応じている。組み合った、組み合って両者まだ上手はまだ、朝青龍上手、朝青龍が上手、白鵬はどうだ。白鵬も上手を引いた。胸があって館内この拍手、引き付け合いだ、引き付け合いだ、どうだどうだ。両者の意地が交錯する土俵中央、全勝優勝を目指す白鵬、意地でもこの体勢から勝ちたい横綱朝青龍。引き付ける、残った。大相撲、まさに新時代を予感させる大相撲。さあ上手を切ろうという白鵬、出し投げ、白鵬全勝優勝。壁だった朝青龍を破って全勝優勝。これで横綱昇進も。今場所は右差しの速攻で安美錦が勝っています。錦は上手を引いて攻める。あーっと朝青龍が攻めた。上手投げ、安美錦の勝ち。2場所連続で安美錦に敗れました。朝青龍初日黒星。安美錦が右から土俵際で振りました。名古屋場所の初日、新横綱白鵬は勝ちましたが、結び朝青龍に土。立ち合い左から張った朝青龍、安美錦に右差しを許しませんでしたが、右の上手を引かれました。もつれた土俵には朝青龍、右足が出てしまいました。終始攻めていたのは安美錦、右の上手を引いて頭をつけて、そして右の外掛けも見せました。最後は右からの上手投げ、2場所連続朝青龍に勝ちました。何が良かったでしょう今日は。まあ、初めから攻めれたんで、まあ、なるべくまわし取らせないようにと思って、まあ、自分から右に取って攻めれたんで、はい、おめでとうございます。